ジョルノが4歳の時、母親は結婚した。相手はイタリア人で、以後ジョルノはイタリア人となった。自分が嫌なものを人にやらせるな。どういう性格してんだてめえ。大概のことには驚かねえつもりだったが、ディオの息子とはな。おいガキ、そろそろ私も見せてやれる頃かな。分かってんだよ、んなことは。娘があっちへ行ったよ。にひひ、生ぬるいぜ。行くぜ、ダメ押し。貴様それはジョルノのゴールドエクスペリエンスの能力なのであるが、この能力に気づいておらず、無意識の行動だった。